センクパド S。センクパド S シリーズ。シンクパッド S- は、IBM のノートパソコン。センクパドブランドの1シリーズ。S は小文字である。センクパド S シリーズは、リアルモバイルをコンセプトとしており、携帯性、バッテリー稼働時間を重視したサブノートサイズのシリーズである。センクパド240シリーズの後継と位置づけされた。1スピンドルノート PC であり、 フロッピーディスクドライブや CD r o m ドライブは外付けのオプションとなっている。B5 サイズリアルモバイルノートパソコンの市場規模がもともと小さく、2002年3月に S シリーズの生産終了と X シリーズへの統合が発表された。S シリーズとしては唯一であるセンクパド S3、XK は i440MX チップセット超低電圧版。 ペンティアム E600MHz、メモリ 128MB、10.4インチ座が、液晶モニター、重量は 1.45kg となっていた。本機の一番の特徴は、コンパクトになった、筐体両側からせり出した耳である。この部分の本体側には、フルサイズキーが配置されたキーボードが収まり、液晶ベゼル側には、無線 LAN アンテナが収まっている、無線弾モデルのみ。 また、センクパドとして初めてミラージュブラック天板モデルがラインナップされ、それを磨くための通れ製のクリーニングクロスが付属していた。また、同様のミラージュブラック天板を採用した USB 接続の CD r o m ドライブとフロッピーディスクドライブもオプション機器として発表された。なお、ミラージュブラック天板は本モデルと後に発売される。 センクパド 10th anniversary limited edition のセンクパド X30 のみでしか採用されなかったためセンクパド S30 も10周年記念モデルの一つと勘違いされるケースが稀にあるが本モデルが発売されたのは8年目なので全く関係がない基本的にレガシーデバイスコネクターは排除されておりマウスやプリンタフロッピーディスクドライブ CD r o m ドライブは usb 接続となる。pc カードスロットだけでなく、タイペの cf カードスロットが搭載されており、p, インコンプカラットやカード h, プチなどの通信デバイスを内蔵することができる。各モデルの違いは主に以下の点である。家庭向けモデルとして2001年5月23日、発表、i シリーズ1124の後継とされ、 OS は Windows m i i がプリインストールされた。センクパドとして初めてミラージュブラック天板が搭載された。2001年6月27日、従来モデル同様のフラットブラック10板モデルの追加が発表され、同7月6日から販売開始した。なおフラットブラック10板モデルもバッテリーは共通のため、バッテリー部分のみミラージュブラックになっており、 同様にクリーニングクロスは付属している。2001年8月28日、2639から 4RJ、45J をベースとしたキットモデルを発表。同年8月31日から販売。ビジネス向けモデルとして2001年6月27日発表、発売された。プリインストール OS は、Windows 2000 Professional、天板は、 フラットブラック塗装とされた。この2モデルのみ、キーボードの EZ ボタン、ブラウザ、検索、メールのワンタッチ起動がなく、ボリューム操作のボタンになっている。2001年8月23日、カスタマー、S チョイスプログラムとして、2639から4、WJ に、パナソニック製 CD-R、RW ドライブと IBM 製。 フロッピーディスクドライブをバンドルしたキットモデルを発表。同年8月27日から限定500台のみの販売。2001年10月15日、カスタバー S チョイスプログラムとして2639から 42J にパナソニック製 CD-R、RW ドライブと IBM 製フロッピーディスクドライブをバンドルしたキットモデルを発表。 同年10月22日から販売。前回とは違い、数量の限定は定義されていない。2001年10月24日、i シリーズ S30 と S30 が統合され、Windows XP ホームエディションがプリインストールされた、モデルが発表された。同年11月2日より販売開始。キーボードは i シリーズ S30 と同じく EZ ボタン搭載のものである。 2002年2月13日、無線ランモデルの2639から 4WJ2 カードバス型の優先ランアダプタをセットにしたキットモデルを発表。同年2月27日から販売。2002年2月15日、Windows XP Home Edition がプリインストールされた4モデルにメモリを増設したメモリーカスタマイズモデルを発表。 同年2月19日より販売。メモリーは空きスロットに装着済みの状態で出荷される。2001年末頃、韓国、台湾、香港など、日本以外のアジア地域で販売された。市場状況を考慮して、無線乱搭載モデルはラインアップされていない。フラットブラック点板モデルもラインアップされず、ミラージュブラック点板のみである。S30 から。 S31 へ数字が増えてはいるが、基本的には、i s 3 0と統合した後の S30 の各モデル2 6 3 9ロッジ、239R5J と HDD 容量とキーボードの言語以外は同等である。IBM のメンテナンスマニュアルの英語版では 2639R3J、2 6 3 9ロッジ、2639R5J、 2639RRJ も S31 として記載しているが、前述のようにこれらは日本では S30 として販売されている。S30 は純正オプションの USB CD-ROM ドライブと純正オプションの USB フロッピーディスクドライブ以外のデバイスからの起動の有無については公表されていない。USB メモリに関しては一部の USB メモリは BIOS 上で リムーバブルデバイセスとして認識され、このように認識されるデバイスについては、HP ドライブキーブートユーティリティなどを利用することで、UB メモリからの起動ができる。また、BIOS 上でハードドライブとして認識される USB メモリもあり、これらは、HPUSB ディスクストレージフォーマットツールなどを利用することで、USB メモリからの起動が切る。 多くの USB メモリはこのどちらでもなく、BIOS 上で認識されず、USB メモリからのブートに用いることはできない。この認識の違いなどについて、IBM から公表されている情報はない。同時期に販売されたほか、PC と比べて劣っていたわけではないが、S30 系と同程度の携帯性を備えた後継モデルが、しばらく発売されなかったこともあり、部品交換を繰り返し、 長期間にわたり使用しようとするユーザーが多いことも特徴の一つである。そのため、省電力性を重視するために低価格ノート PC 向けチップセットである i440MX を採用していることにまつわる不満性が散見される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。